アーノルド・ロス・スタインアーノルド・ロス・スタインは、アメリカの実業家、ギャンブラー、ギャング。組織犯罪の元祖とされ、ラッキー・ルチ・アーノや、マイヤー・ランスキーに、多大な影響を与えた。ザ・ブレイン、ミスター・ビッグ、ザ・フィクサー、ザ・マン・アップタウン、ザ・ビッグ・バンクロールなどのあだ名で呼ばれた。ニューヨークシマンハッタンのブラウンストーン生まれ。親は、東欧系ユダヤ人実業家。 エイブラハム・ロススタインで中流家庭に育った。少年時代は数学が得意だった。ラビを目指して勉強していた真面目な兄と違い、早い時期から非合法な商売に関心を持ち、違法賭博の巣だったビリヤード場に入り浸り、儲けた金をかけ仲間に貸し出して、蓄財した。1898年学校を中退した。この頃から政治組織、 たまにーホールの本部に出入りし、政治ブローカー、ティモシー・サリーバンの地遇を得た。タバコのセールスマンになりすまして戸場に出入りした。1909年、アイルランド系のカロリン・グリーンと結婚した。1910年までには、ニューヨークのテンダーロイン地区に移り、闇と爆場を開いた。その後多種類のギャンブルと氷菓子の仕事を本格化させた。全国に、 情報提供者のネットワークを置いて、熱心に情報を収集し、出社のいかがわしい話であっても、良い情報には報酬を惜しまなかった。こうして彼は30歳までには億万長者となった。マンハッタンのブロードウェイと49丁目の角にある、リンディーズレストランにアジトを構え、用心棒を立てて、前日の賭博で負けたカモから取り立てたと言われる。1916年、 ニューヨーク郊外ロングアイランドのヒューレットに高級賭博クラブを開設した。1919年、サラトガスプリングスに賭博場、ナイトクラブ、レストラン、キャバレーを複合させた一大娯楽施設、ブルックを建設した。また、メリーランドの競馬場を買収して、ヤオチョレースを仕組んで設けた。店が繁盛すると、警察や役人の注意を引いて手入れを受ける。 または宝れる経験を繰り返したため、賭場の所有を止めて、広く浅く賭場の権利を分散する方法に切り替えた。その結果、1920年内万発端のほとんど、すべての違法ギャンブルにシェアを持っていた。ウォール街で運営していたインチキ投資会社を通じて、稼いだ資金を、カナダ三種の密輸ビジネスやスピークイージー、闇酒場の買収にあて、脇紙ゴードン、フランク・コステロ、 ラッキー・ルチアーノ、マイヤー・ランスキー、レックス・ダイヤモンド、ダッチ、シュリッツなどの若手ギャングに活動資金を提供して支配下に置いた。たまにホールのチャールズ・マーフィとの強固なコネにより、密輸犯罪の大部分は闇に葬り去られた。自由になった、密輸業者たちは、ロス・スタインを保証人にしていた。ルチアーノも駆け出しの頃、彼に面倒を見てもらっていた。麻薬密輸にも手を広げ、 輸入雑貨店やアートギャラリー、アンティークショップを買収して、広報偽装のフロントにすると、一味のヤーシャカッツエンバーグラをヨーロッパに、ジョージア・フナーをアジアに派遣して、ヘロインを輸入した。また未研マのダイヤモンドの密輸にも手を広げた。労働組合系の犯罪では、ジェイコブ・リトル・オーギー・オーゲン、ルイス・レプケ・バカルター、レックス・ダイヤモンドら配下のギャングを老子紛争へ、介入させては、 企業と組合の双方から金を絞り取った。たまにイホールの政治ブローカー、ティム・サリバンの後ろ盾を得ていた。商売上クライアントに犯罪者が多かったことから、刑務場の保釈金を用立てる代わりに利息を得る、保釈金保証ビジネスも行った。正解、財界の名士、スポーツ選手などのセレブ、ジョニー・トーリオら北米各都市のギャング、ヨーロッパの密輸業者。 上海の麻薬ブローカーまで網の目のような地下ネットワークを持った。ギャング構想の調停や警察への仲介圧戦弁護士の提供を手掛け、フィクサーと呼ばれた。ロススタイン絡みで裁判に持ち込まれた事案は、酒の密輸関係だけで数千件に及んだ。1928年11月4日、ギャンブルの掛け金の支払いをめぐるいざ講座から、 マンハッタンのパークセントラルホテルの349号室で撃たれ、6日に病院で死亡した。容疑者として、ジョージ・ハンプ・マクマナスというギャンブラーが逮捕されたが、証拠不十分で釈放された。犯人はマクマナスと思われているが、ロス・スタイン自身は誰に撃たれたか明かそうとしなかった。ロス・スタイン保護家のレックスダイヤモンド一味が当時、 構想していたらっちシュルツの仲間を殺したことに橋を発したシュルツ司会施設がある。遺体はクイーンズの正統派ユダヤ教徒の墓地に埋葬された。人種やローカリズムに固執せず国際的な地下ネットワークを構築し弁護士、金融プロ、暴力団の3点セットを常備する真珠系とタイプの犯罪集団を作り上げた。血縁や飲酒にとらわれるシチリアマフィアとも 狭い縄張りに甘んじる、従来のストリートギャングとも異なる犯罪スタイルは、ロススタインという現実のモデルを通じて、ルチアーノやランスキーに受け継がれ、その後のアメリカンギャングの方向性を決定づけた。同じロシア系ユダヤ人だが、悪名高い彼と同族と見られるのを避けるため、ロススタインの性をレッドストーンに変えたのが、バイアコムの実質的な創業者。 サムナーレッドストーンの一族である。1919年、ロススタインは手下を通じて、シカゴホワイトソックスのメンバーを買収。ワールドシリーズで恋に負けるよう依頼し、ホワイトソックスが負ける方にかけて大儲けする、つもりでいた。この一件が、問題になって、大媒新調査団から召喚されると、自分は何ら、やましいところのない実業家で必ずお名を注ぐ。 つもりだと彼は宣言した。結局、このヤオチョ事件と彼を結びつける証拠は何もなかったので、彼は不起訴となった。ヤオチョを仕組んだのは、エーブアッテルの一派さ。奴らは、ワールドシリーズで大儲けしようと企んだんだ。俺にも一口乗らないかと誘いがあったが、すぐに断った。俺の立ちはみんな知っていることだ。エーブの野郎が俺の名前を勝手に語りやがったに。 違いねえ。しかし俺はそんな話には乗らなかった。だから奴らのイカ様を見抜いた後は、ワールドシリーズには一銭とも送ってねえよ、とロススタインは語った。大陪審はこの言葉を信じたが、真相はこれよりもはるかに複雑だったし、ロススタインはこれよりはるかに悪党だった。エーブアッテルからの誘いを跳ねつけたのは事実だったが、実はその前に、 ジョーゼフス・ポート・サリバンというギャンブラーから同じ、誘いを受けていたのである。ロス・スタインは、アッテルの誘いを断った後で、サリバンの話を考え直し、結局800兆に乗った。スコット・フィッツ・ジェラルドの小説、グレート・キャツビーに登場するマイヤー・ウルフスハイムや、デーモン・ラニアンの小説、ミスサラ・ブラウンの牧歌に登場するネーサン・デトロイトの、モデルとなった。 また、1961年には、ロス・スタインの電気映画、キング・オブ・ザ・ローリング 20S、ザ・ストーリー・オブ・アーノルド・ロス・スー・チンが制作されている。日本公開時のタイトルは、でっかい札束。主演は、デビッド・ジャンセン。ありがとうございます。